この手順では、ウルティマカードの注文をお手伝いします。サイトへの登録からカードの注文まで一緒にやっていきます。KYC 手続きの完了、アカウント認証、物理カードの注文のデモンストレーションを行います。サイトへの登録、eucrypt.cards に移動してください。メイン画面で電子メールを入力し、プロシードをクリックします。eucrypt という発信者からの確認コードがメールに送信されます。このコードを適切なウィンドウに入力してください。ウルティマカードの詳細を確認したり、物理的なカードを注文したりできるページが開きます。これで登録手続きは完了です。ウルティマカードの注文。カードを注文するには、オーダーをフィジカルカードをクリックしてください。KYC 手順を完了するように求められます。国籍に応じて、下の I come from a European country または I'm from outside Europe ボタンをクリックします。現時点では以下の国及び地域ではカードの発行及び配送ができないことにご注意ください。それは米国、ベラルーシ、キューバ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、ミャンマー、ハイチ、イラン、リビア、ロシア、シリア、ソマリア、ベネズエラ、イエメン、ジンバブエ、 DPR、LPR、ヘルソン、ザポリージア、クリミア。また現在インドへのカード配送は行っておりませんのでご了承ください。インド国民向けのカードはドバイのウルティマ事務所に届けられ、2024年4月13日にドバイで開催されるイベントで受け取ることができます。ヨーロッパ諸国の国民向けにそのプロセスを示します。次のページでは米国居住者であるかどうかを尋ねられてからコンティニューをクリックします。次にあなたが国籍である国を選択してください。次にアップロードする準備ができている文章の種類を選択してください。以下に文章をアップロードしてください。文書の両面の写真を個別にアップロードする必要があることに注意してください。アップロード後、NEXT をクリックします。セルフィーを撮るように求められます。準備ができたら I'm Ready ボタンをクリックします。自分撮りをするにはデバイスのカメラを覗き込みます。顔がフレーム内に収まっていることを確認し、ゆっくりと円を描くように頭を回してください。すべてを正しく行うと、顔のスキャンが正常に完了したことを示すメッセージが画面に表示されます。次に、KYC 手続きの最終段階で、文書をチェックし、NEXT ボタンをクリックして、情報を確認するように求められます。成功、あなたの書類は確認のために送信されました。検証ステータスに関する情報は個人アカウントで確認できます。KYC 手続き後の次の段階は、不足している情報を記入することです。電話番号または電子メールを入力する必要があります。空いたウィンドウで情報を入力し、コンファームをクリックします。次にインターフェースの指示に従います。情報を入力するとデータが検証のために送信されたことを示すメッセージが表示されます。アカウントで検証ステータスを追跡できます。このためにはプロファイルアイコンの上にマウスを置き、ベーシックインフォメーションをクリックします。カードの注文と支払い。検証プロセスが完了したら、もう一度オーダーオフィジカルカードをクリックします。空いたウィンドウでご住所を入力し、コンファームをクリックします。次にカード発行手数料の支払いを求められます。支払いはリストに表示されるすべての利用可能なデジタル資産を使用して行われます。ユーロでの費用は250ユーロに固定されています。カードの発行に235ユーロ、配送に15ユーロ、USDT での金額は支払い時の為替レートで換算されます。画面の下部にある Pay ボタンをクリックします。詳細が記載されたページが開きます。QR コードをスキャンするか、以下のアドレスをコピーして仮想通貨を送信します。支払いを行った後、Done ボタンをクリックしてください。お支払いは30分以内にお済ませください。成功、あなたはカードを注文して支払いました。カードの配達に関する情報がメールに届くことを期待してください。また個人アカウントでステータスを追跡することもできます。配送予定日は12日から21日以内です。